成分を見るんですか？そうですね、土壌の分析をして、はい、塩がどう抜けたかっていうことと、あと塩が抜けるのに伴って土壌の他の成分がどう影響を受けたかっていうのを垂直方向で、50センチまで10センチ刻みに取るっていうのを目的にしてるんですけ ど、 なるほど。通常冬場は水利権がなくて、考えて流せないんですけど、去年は特例で秋から冬にかけて使わせてもらったんですね、上演のためです。なるほど。なんかやっぱり水利権ってあるんですよね。だから農業用水として使える期間というのは、通常は 4月の末ぐらいから、8月いっぱいぐらいまでが認められている水利権なんですけど、それを去年は特例で冬水を流しながら除染するということで、今までのやつとよく似てるよね。さっきはこの辺から青いのが出たけど、やっぱりあそこは例外なんだね。こちらの平塚さんの農地をお借りしまして、はい、あ、そうなんですか。まあ、一緒に作業そうですか。して、はい、この実際にこの溝切りとかですね、畝立てとかは全部平塚さんにやっていただいて。今、ここは東北大学農学部と大林組との間で共同研究をしてるんですよ。今どんどん助演事業と進んでるんですけれども、場所によってはなかなかその助演事業が、来ないようなところもありますので、今の助演の事業というのは灌漑用水を大量に使って何回もこう水を入れ替えて助演するというやり方なんですけども、雨水だけである程度助演ができるんじゃないかと。灌漑用水はね、ほとんどもうどんどん修復はされてるんですけども、例えばこちらの方は ともかく例えば岩手県の方とかで小規模なところでもうあまり後継者もいないし、じゃあ用水路直してもしょうがないんじゃないのっていうようなところでも、例えばこういうのを活用すると、ちょっとしたところでもね、塩分が抜けてそこで少しできるとかいうこともあるかもしれません。だからあんまりもうこうやってますっていうのはまだ結果が出てないので、結果が出てないからね、はい、まだまだ大きな声では言えないです。灌漑排水とが十分に用意できないところも、はい、あるところでどういうふうにして上演したらいいかっていうことをやってるみたいな。